またシャツ飛び出とる。もう気にしれんな。ちょっと思いのほか暑い。暑いね。てか眩しい、この雪に反射してね。うん。どうやらね、そこの小林の方、うん、水没林が見れるスポットらしいよ。イエーイ、楽しみ。季節もさ、ちょうどよね、多分。そう、4月の中旬から6月の中旬やったかなんか、うん、その辺。水位が上がってないとね。うん。そしてもすごいな、木が埋もれるってね、水没するってね。うん。お腹すいた。さっき食べたやん、玉こんにゃく。美味しかった。うん。でももうお昼時やもんね。うん。どんどん焼き食べんと。どっちやと思う？こっちかこっちか。こっち行ってみよう。うん。すごいね、東北歩いとるよ今。うん。初めてや、東北行ったの。初めてや。通ったことすらない。うん。あっとるかな、ルート。あっち行きたいんよ、右側。なんか違うかな。なんかそこ舗装されとるにね。あれ？その道をこう辿っていけばいいんじゃない？うん。普通にあるやん、入り口が。え？そこに。眩しい。眩しい。でも、どこなんやろ？スポット。合ってなくない？合ってないような気がするね。あんなんがね、ずらーっとおるはずなのにな。おかしいね。もしかして今年もなちょっと溶けてなかった雪。そういうこと？あ、全然水没はしてないね、まだ。うん。もう少し奥行ってみようか。うん。なんとね、なんとね、水没してませんでした。なんでやろうな。ちょっとまだ日が早かったか、雪が溶けきってなかったか。4月中旬やからね。もう中旬ないからね、12、3日今。ギリギリ。もう少し足りんだんか、日数が。かもしれん。別の場所からちょっと見れそうな場所もあったから向かってみようと思います、うんうん、ええちょっとまだ恥散らかしとるけどさ、うん、いやあっちより全然いい。多分あこも全部沈むやろな、本当はな、うん、あの辺とかすごい幻想的やね。水没しとるね。奥の方もめっちゃ綺麗やね。うん。もう少しね、5月くらいになってから、うん、来たら多分アコも全部綺麗になってるからまた来たい。ありがとう。うん。え、めっちゃ美味しそう。ソース。うん。醤油。うん。チーズのマヨなし。うわー、おいしそう。3本じゃ少ないかなと思ったけどな。うん、十分や。よかったこれ、うん、6本ぐらい頼まんくて。この雰囲気もめっちゃ良くない？うん、屋台って感じするね、うん、昔ながらって感じ。食べますか？食べましょうか。食べよう。うん、いただきます。チーズとソースの違い、どっちかどっちか忘れた。あ、確かに分厚い方がさ、チーズじゃない？うん、こうやって食べるんかな、一口で。え、暑いよ。あ、こい。いつもそうなるやん。私は箸で食べるよ、うん。え、めっちゃもちもちそう。うん。うまっ。したらこっちがチーズなんかな。うわ、重たい。チーズ。絶対チーズうまくない？うん。うん。こっちがチーズやった。え？今気づいた？うん。うまいうまい。腹膨れるね、これね。絶対膨れる。うん。コスパ良すぎじゃない？うん。うわ。醤油。分厚。醤油は醤油でね、美味しそうやな。うん。え、あれか。それを向こう側から見るんじゃない、多分。そういうことか。何本も繋がった木ぐらいじゃない、一本に。うん。もっこもこじゃない？もっこもこ。すっごい。あ、サンマだよ。何この枝、やば。屋久島に来た気分じゃない？すごいね、うん、ちっちゃ。画面に収まりきらん。あんなにちっこいんや、なんこちゃんって。
まこちゃんちっちゃ。すごいトトだよね。何のストーリーなのか、あの子はロボットダンスか。なんと今日は銀山温泉の足湯でございます。熱い入れるよ、お風呂に。嘘、足湯だけやけど。足だけね。そう、今日は銀山温泉の足湯を楽しむ。あ、足湯やん。足湯やん。それはもう足入る。じゃあちょっとなんこちゃん入ってもらおうか、そこに。うん、どうですか。なんかさ、下呂温泉のさ、足湯のところあるよ。あったね、あの丸いところな。そうそうそう、50度ぐらいの。そう、あのあんくらい熱い。マジで。ちょっと入りたいわ。本題しよう。うん、暑いよね。暑すぎる。っていうかすごいいい匂いせんけ。めちゃくちゃいいようやね。ねえ、やったね、銀山温泉入れたね。さあ、イエーイ。今度は銀山温泉泊まりたいね。うん、泊まりたい。夕方くらいからさ、この辺をさ、浴衣着て歩きたくない。歩きたいね、温泉街。でもまた今度ね、山形に来る理由ができた。うん、あ、絶対こんなん、ここは。うん、わー、めちゃくちゃいいね。うん、なんか映画の世界におるみたいよ。うん、雰囲気良すぎるね。うん、綺麗やな、本当に全部。すごい、わあ、すごい、本当にすごい。できました、多分。また今度泊まりたいと思います。それではバイバイ。バイバイ。 With you I can be sad with you. Just take my